かばやまちゅは、戦国時代の武将。若を好み、犬大物の達者であった。天正元年、島津氏に降伏した、大隅国の、根じめしげがが、肝月氏に攻められた際、これを救うべく出陣、肝月氏を西股に破り行をなした。同三年に、犬大物が行われた際、忠介は、伊手として十一匹をいるほどの活躍を見せ、その腕前から、 毎年の犬大物でのい手となり、天正四年に琉球の使者を共謀する犬大物でのい手も務めた。同年、伊東氏の高原白攻めにも出陣。その後、日向国僕タスクの児頭に任じられる。ただし、耳川の戦いの頃に、僕左は、着手の乗り久に任せ、自身は、大隅の権利に住んだ。天正十二年の岩屋白攻めにも出陣。 中介は大石に兜を砕かれ、矢玉による、無数の傷を負いながらも奮戦し、ようやくこれを落としたが、その尻ぞき人の際に病を得て、権利へと戻った。ただし数ヶ月後に治癒すると再び、文後ゼめへと戻り行をなした。慶長14年に出水にて病没。か山中介の妹が、島津家久の妻であることから突撃川の戦いなど、 家久と行動することも多く、かばやま剣時期において、島津義博が家久の先行を妬む様は、総大将にふさわしい振る舞いではないと、島津四兄弟の中にもいさかいがあったことを、うかがわせる記述を残している。ありがとうございます。